ルチャドラミーワーカップです。どうも頑張った関君です。お願いします。はい、フィジカル100って知ってる？いや、わかんない。ネットフリックスのやつで、韓国の番組なんだけど、筋肉ムキムキとか、なんかそのフィジカルっていうだけあって、その体自慢のやつが集まるの。それで、すごい力自慢とか速さとか、なんかもう持続力とか、女の人とか、いろんな人が集まるのよ。それで、いろんな競技で戦っていくのよ。それめちゃくちゃ面白かったわ。あ、そうなの。なんかあんまりさ、こういうのさ、言うとさ、なんか面白くないじゃん。これ何が面白いかっていうとさ、これ何で決めると思う？一番ってよく分かんなくない？でも、最強の肉体は何かを一番決めるのよ。なんかサスケのイメージだ。そう、サスケとかのイメージじゃん。でもなんかそういう風な感じで、なんかいろんなのが出てくるんだよ。なんかサスケのイメージなんだけど、なんかね、実写版イカゲームみたいな感じ。どん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 こう落とされていくみたいな。で、なんかこうインタビューとかもやっていくにつれて、例えばその格闘技強い人とか、自動車のディーラーとか、力自慢とか、腕相撲チャンピオンとか、あとはスケルトンってわかる？あの冬季ウインタースポーツのスケルトン、ダーって走ってってザーッと滑るやつ、あの板の上に乗って、の金メダリストとか出るのよ。レスラーとかも、レスリング、それでだから何で決めていくのみたいな。喧嘩自慢だったらさ、格闘家が一番強いでいいじゃん。それなのよ。むちゃくちゃ面白かったよ、あれ。それはなんか1話しかないの？1話っていや、もうなんか90分ぐらいで10話ぐらいある。うるさいから上行こった。上あるから。でそれめちゃくちゃ面白かったよ。やばかった。なんか久々になんかハマった。なんかコンテンツで、なんかさ、よく恋愛リアリティショーとかも蔓延したりしてるじゃん。なんか日本に持ってきても面白いなって思ったの久々だった。でもなんか気になるくない？めちゃくちゃ面白かった。ほんまにやばかった。なんかうわ、こんななんか決め方するんだっていうのもあるし、なんかこんな人いるんだみたいな。なんかやっぱ韓国でもスポーツ本当にすごいから、金メダリストとか出てる。で、YouTuber とかインフルエンス出たりするの。すごいね。それをなんかついってか1、2週間ぐらい前だけど見てたわ。全部見た。全部見た。優勝者とか決まったけど、それ言っちゃったらもう台無しだから言わないけど、でも面白かった。そんなのあるんだ。おもろいおもろい。フィジカル100、これ見てみて。バラエティーじゃん。バラエティー系。でも近いと思う。バラエティーってか何も考えずに見れるじゃん。だってあの筋書きのないもんだから、あの伏線回収とかもないし、でもなんか後半に行くんですよね、感動すんのよ。なんか思い入れが乗っちゃって、そう。でもバラエティーに近いよ、本当にバラエティーに近い。そうなんだ。そう、めちゃくちゃ近い。よかった。関君は最近体調崩したんでしょ？崩しちゃった。それ飲み物こぼしちゃったみたいなことやめて。いやー、なんか思ったより治りがなんか長引いてるみたいな。いや、だからあれでしょ、なかなか病気にならないからじゃない。だから俺もだけど、結構俺も体強い方だけど、なったら結構あと引くもんね。だいぶ長引いてる。鼻が痛そうだし。何してたの？推しの子って知ってる？もちろんもちろん。今もうめちゃくちゃ有名じゃん、推しの子。見てる。推しの子ってめちゃくちゃ面白くない？おもろいよ。あれすごいよね。すごい。あれはすごい。ね。ちょっと鬼滅より面白いなと思う。俺は鬼滅、あんた鬼滅ちょっと見ちゃったからでしょ。いや、普通にアニメ、いや、推しの子面白いよ。俺も、さすがの俺でも見てるね、あれはちょっとね、俺久しぶりに沼った。でもなんか出てくるキャラそんなに多くないから、そう
なんか推し作りにくいよね。そうでもない。誰好きなの？あのお兄ちゃんと妹とあのとかいるじゃん、うん、誰好きなの？誰好きとかじゃなくてか普通に、うんうん、やっぱりかアニメでとして面白くて、うん、まあそうなるわな、うん、なんか、うん、普通のアイドルのアニメなんかなって思ったら、うん、なんか全然違かった。違うよね、うん、あれね、もうどれぐらい前だろう、半年前ぐらいに、うん、俺漫画沼知ってる？あの、うんうん、知ってる。漫画沼毎週見てる？いや見てない。俺 1回目から漫画沼欠かしたことないのよ、うん、言ってたもん。川島さんが推しの子すげえって。で覚えてたのが原作と作画が違うんだよ、うんうん、あれあの漫画本、うん、で原作と作画が違うの言ってたな。あ言ってたやつだと思って、うん、そりゃこれおもろいわと思って、うん、でもなんか漫画で描かれてるやつが、うん、テレビではなかったりとはあった、うん、あそうなんだ、うん、っていう話聞いた、うん、あそう、あえて描かないっていう。あえそれはなんか えぐいからみたいな。いやうーんネタバラしか分かんないけど、うん、なんかでもあ1話第1話がなんか90分特番だったんだよね。そうそうそう、あれ大英断だよね。そうあれ1巻丸々、そうあれワンパッケしないとあれ伝わらないじゃん、うん、あれワンパッケしないとあれを2話3話に区切ってたら離れちゃうよね、うん、お客さんね。あれ一発でバーンって見せるから、うん、いいじゃんね、うん。でなんかワンあれってワンクールなのかな、ワンクールが続く、なんかワンクールで終わらせてかなり中途半端になるっていう話は聞いた。あそう、うん、じゃあ2クールやんのかも、ね、23話4話やんのかもね、うんうん、いやあれは見れるよね、見れちゃうね、あれはちょっとね、どんどん見れる。1話を見た後にさ、うん、あのアニメを見てるんだよね。俺はアニメ見てる、俺原作見てないから。うん、1話を見た後さ、うん、オープニングって聞いた？そう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 、岩遊びの、ま、あの岩遊びの、うん、なんかすっごい、すごくない？当て書きだよね、わ、うん、かる、めっちゃわかる、すごいよねあれ。すげえわかる。そうそう、アイドルって何輪際生まれか生まれ変わりのないあのこの星の生まれ変わりみたいなところでしょ。 そこら辺やっぱすごいよね、うん、いやアイドルってなんだって、それアイドルってなんすごいなと思った、うんうん、私あのね俺ね俺夜遊びさんめっちゃ好きで、うん、あの USJ のあれってもともと夜遊びさんって、うん、なんかこう1個の小説とかから曲を作るっていうコンセプトじゃん、うん、あの人たちって、うん、ね。で USJ のコロナ禍で行けなかった人たちが USJ に対して夢とかこんな思い出とか行けなかったのが行けるようになりましたみたいな、うん、作文というか感想文みたいなのを送って、それで選ばれた人にの体験談を曲にしたアドベンチャーって曲があるの、うん、これもむちゃくちゃ感動するんよ。そうなんだ、ほんまに、うん、待ちに待った特別な日みたいな、うん、日常から少しはみ出してみたいなところから入って、うん、なんかその作文は別にもうネタバレしちゃってもいいんだけど、なんかその女の子が作文を送ってきて、その子はなんかあのずっとコロナ禍で行けなくて、うん、大学の時には友達できなかったんだけど、うん、なんかリモートじゃんで、うん、できなかったけど、なんかこう USJ に行けたらみんながカチューシャでやったりとか、なんか特価引かれカチューシャをなんかみんな買ってワイワイ騒いだりとかみたいなのが全部入ってんのよ、すごい感動して。だからやっぱあそこら辺の寄り添い方がすごいね、うん、この遊びさんは。いやそうだね、すごい、うん、すごいわ確かに、うん、あれはあれ見た後アイドル聞いたら感動するもんね。そう、うん、グッとくるよな。ぐっちゃぐっとぐっときた。わかるわかる、あれはいいわ、うん、だけどやっぱ推しの子を見た方がいいよな。あれはね見てない人な、見てない人見た方がいい、うん、あれは多分今だったらあれ Amazon プライムでも見れるし、 TVer だったら1話だったらまだ落ちてるはずだもんな、うん、TVer って結構1話だけはずっと長くやってたりすんのよ、うん。アベマでもやってるはず。アベマでもやる、多分各あれ動画配信でやってると思う、うん、推しの子多分すごいリーチだもんあれ、うん、だって1話90分とかだよ。そう、そりゃもう絶対売れると思って、しかも主題歌夜遊びだからもう太鼓判でいってるよあれ、うん、うん、いや見ててさ、録画したやつ見ててさ、あれあれあれ終わんねん、あれ終わんねん、あれ90分あるやんけって思って、うん、まあいいわとりあえず見るかって見ちゃうよね。うん、そう、今期ドラマ関君ど、うん、何ドラマ？俺一押しあるぜ。ドラマ、何見てたっけかな。あれ。俺もダントツ2話審査で1個ある。
あのタイムスリップね、タイムスリップのやつはちょっと見てる。電車のやつ。ペンディングトレインね。そう。あれは面白いね。うん、山田裕貴さんね。うん、山田裕貴、赤楚衛二、上白石萌音ね。うん。うん、あ面白い。確かに。あとはなんだっけかな。でもせっくんあれ山田裕貴さんが好きだから見てんじゃないの？赤楚さんが。いや。普通になんかストーリーみたいな。ストーリー。うん。あとなんだっけ、不倫のやつじゃない、不倫のやつ、不倫、不倫のやつ、え誰が出てる、あのガンちゃん、三代目のガンちゃん、違う、もう俺あれ辛くてもうやめた、一話で あなたがしてくれなくてもでしょ、うん、俺見るのやめたんだよ、あの痛すぎて、あそうなの、あのセックスレスの話でしょ、うん、もう俺もう見れなかったもん、辛すぎて、へー、うん、もうエグすぎてやめた、あ王子様だ、王子様見てた山田由紀さんのね、山田涼介、ね、あと橋勘さんのね、ジャニーズ好きだからそこもう脳みそ停止して見るんでしょ、うん、俺も一応見たよ、あの貧乏なやつであの読み行くやつでしょ、うんうん、あれ面白いの、うん、面白い面白いってことにしとこう、あれはでも見ちゃうわな、うん、うん、ぐらいかもしれない、関君あれ見てないの、日曜の夜ぐらいは見てない、むちゃくちゃ面白いよ、でも関君はハマらんかもな、ちょっとハマんない、うん、ちょっとしんどいかもしれん、なんかちょっとあのめんどくさいとかこまごましすぎかもしれん、ちょっと、へえ、うん、頭いい悪いとかじゃなくてなんかちょっと複雑っていうか、なんかいろんなこと考えなきゃいけない、なんかこれ清野菜名さんと、うん、岸井ゆきのさんと生見めるさん3人が出てくるやつなんだよ、うん、で清野菜名はなんかこう枠由美がお母さんで車椅子のずっと介護してんな、うん、でしかもファミレスで働いててすごい毎日辛くて、で生見めるは工場のなんかあのかまぼこのラインで働いてんの、で岸井ゆきのはタクシー運転手やってんの、うん、でこの3人がもうなんか毎日全然楽しくないなみたいな日々から、エレキコミックさんいるじゃん、うん、あのラジオのバスツアーで3人が出会うんだよ、で全然楽しくないのにめっちゃ楽しいなみたいなのがあるんだけど、でも清野菜名だけはその枠由美のお母さんがラジオリスナーだから、うん、お母さんがそのバスさんに送って車椅子生活だからお母さん行けないからあなた代わりに行ってきなさい、清野菜名代わりに行くんだよ、うん、で清野菜名は楽しくない毎日なんだけど、うん、行ったらなんか最初車に構えてたんだけど行ったら楽しくて泣いちゃいそうになるんだよ、こんな楽しいことあったら辛くなるって、そうめっちゃ感動するこれ、そうなんだ、30分、うん、え30分、あいやこれ1時間枠、ああ、うん、まだ TVer1 話見れるからね、見た方がいい、むっちゃ感動した、そうだってなんか分かるじゃん、タクシー運転手つらくて工場のラインずっとつらくて、清野菜名もお母さんの介護しながらなんか工場あのファミレスで働いててみたいな、それでもうこんな楽しいところが、なんかああいうのって楽しいじゃん、すげえ、俺もバスツアーとかあのオタ活やってたことあるから分かるんだけどさ、うん、日常からさポンとはみ出てさ、共通の何言っても無双状態なところでさ、もうゾーン入ってクソ楽しいじゃん、それ、ああそうなんだ、そうで、それで3人が1泊2日の2泊3日がバスツアー別れるときに LINE 交換しようって流れになるじゃん、でも清野菜名はやめるって言うんだよ、 LINE 交換しないって、なんでって言ったら、LINE 交換して帰ってこなくなるのが辛すぎるからやめる、で清野菜名が必ずやることがあって、お母さんと煮詰まってすごい辛くなった時に2人で一緒にコンビニで一番高いアイスを買うんだって、すごい切ないでしょ、原作ないオリジナルだから見た方がいい、めっちゃ感動したわ、オリジナルか、うん、結構良かった、まあ、あとはもう、まあ、教場とかはまあ当たり前に面白いけどね、あ、教場見てた、教場見てたわ、教場ね、いやもうあれもちょっと面白いから、面白いなんてもんじゃない、あれも生活の一部だからね、風間公親さんは、教場面白いね、まあ、フィジカル100、日曜の夜ぐらい推しの子だな、今推しの子どうなっていくか楽しみだもんね、すげえ踊るよね、いや推しの子は本当面白いね、なんか長尺のいいコント見た気持ちになるよね、なんかあんま言わない方がいいけど、でも見た方がいいよね、一応見てない人、まあいないか、あんまり、でもなんかオタクアニメじゃなくないよね、うん、全然違う、ね、俺オタクアニメかと思った、全然違う、出た、
え、うん、あれだわ引き出物の方がいいって言ってた。ああうん、引き出物は、うん、引き出物がいい、食事より、うん、食事より引き出物の方がいいっていうアンケートが来てた記憶で、今忘れてた。もう2週間ぶりだからもう全部吹き飛んだよね、うん、記憶が。推しの子見たか見てないかとかにしようかね今日ね。なんかおすすめのドラマありますかとか聞きたいよね。あでも誰かいたら知りたいし、おすすめのなんかドラマとかネットフリーとか。あネットフリックス ね、ネットフリーでおすすめ聞きたいね。やってる人、うん、いや入ってる人、入ってる人ね。せっくん最近変わったことない？もうこっからせっくんタイムだよ、あと5分ぐらい。もう俺は今日フィジカル100とあの日曜の夜ぐらいは喋ったからもういいよ。なんか、うん、俺今声めちゃくちゃ変じゃない。うん、鼻声というか、うん、で前今日病院に行って、うん、俺内科行っちゃったの。内科か、うん、耳鼻科、うん、喉の場合、喉と鼻、鼻っていうから喉か、うん、喉鼻の場合ってどっちなんだろうってちょっと迷ってたんよ。いやでも内科変じゃないよ別に。内科変じゃないよね。うんで、内科からもらった薬、まあ、錠剤なんだけど、うん、あんまり効いてる感じなくて、うん、病院からなんか市販よりはさ、なんか病院でもらった薬の方がなんか安心できるじゃん。うん、だと思うよ。うん、だけど、なんか今回初め、結構生まれて初めてなんか病院からもらった薬があんまり効かないなって、うん、なったんよ。うんだから耳鼻科と内科で、もしかしたら耳鼻科行ってたらまた違った薬もらえたんかなって思って、なんか今このコロナ禍でさ、うん、なんか病院とかの予約みたいなの俺だいぶもう落ち着いコロナ落ち着いたからさ、うん、もう普通に行けるのかなって思ったんだけど、えまだダメなの？全然ダメ。えそうなん、うん、全然取れなかった。あそう、うん、でそのなんだろう、まあなんだっけ、保健センターみたいな、保健福祉センターか、うんはい、っていうところに、まあ、電話して、うん、で住んでるとこどこですかって言われて、で近くの家の近くのところ、まあ、なんか検索するんでみたいな、うん、やってもらえるところで、ここの病院とここの病院と3つぐらい紹介してもらって、うん、でまあここがいいやと思って、うん、電話してで、まあ、一応予約取れて、その日の、まあ、午後ぐらいかな、うん、で予約取れて、うん、で、まあ、入り口に来たらまた連絡、また電話してくださいみたいな感じで、なんか俺が前コロナかかった時と全く状況が変わってないからさ、そうなんだ、うん、だから、なんだろうね、何が言いたいかっていうと、まあ、なんだろうな、出していこう、うん、出していこう、え出していこう、出していこう、何が言いたいかっていうと、まあ、もらった薬が、うん、なんか思ったのとなんか違かったっていうかどういう症状だったの、そもそも。まずね、うん、まず喉が痛かったの。喉がちょっと違和感あって、うん、でも喉痛いんだったら耳鼻咽喉科かもしれんね。うん、でも内科って総合的判断みたいなんで、なんか喉もカバーしてくれそうな感じはあるよね。そうそうそう、うん、でなんかその保健福祉センターで連絡した時に、うん、内科がいいですか耳鼻科がいいですかって言われた。喉痛いんですか言ったんでしょ。そう言われて、うん、まあ、内科の方が多分俺もその考え、うん、内科の方が多分なんか全体的になんか安心感があるなって思って、うん、内科って言っちゃって、うん、で俺薬効かないって言ったと分かったのさ、あんま聞かねえなって分かったのさに、耳鼻科にすりゃよかったなって後悔した。あこれね、耳鼻科だったかもしれないね。これ実はね、内科ってね、なんかね、なんか違う内科もあったりするんだよね、あれ、うん、そこ何の専門医だったかまで調べた？何の専門医、いや なんかね、脳みそをやってる内科とかもあるんだよ、あれ、確か。そうなんだ、うん、
だ喉だったら耳鼻科だったかもしれない。でも内科は選んでも別に、え、喉痛いんですけどどうしたらいいですかって聞いたんでしょ、その電話に。そうそうそう。じゃあだってそれはしょうがないよな、何も言わずに内科ですって言ったんじゃないんでしょ、うん、喉痛いんですけど内科がいいですか耳鼻科がいいですかって言ったら、どっちがいいと思いますかって言ったら、いやどっちでもって言われたんでしょ、うん、でも耳鼻科だったかもな、それ。あ、分かるよ。そう、耳鼻科だったかな、多分。それも聞きたいね喉痛かったらどこ行きますかって、内科耳鼻咽喉その他にしようぜ、うん、と推しの子見てますかにし、推しの子とネトフリだな今日は、うん、やば、20分経っちゃったから終わろうか。そうだね、うん、ネットフリックスのおすすめの、なんてなんの、ネットフリックスのなんかおすすめの何でもいいんでちょっと教えてください。でも見るかどうかちょっと別だけど、うん、そうだよね、おすすめされてなかなか見るのってハードル高いよね、うん、じゃあ積極にネットフリックスのおすすめ教えてあげてください。あと内科がいいか GB がいいか教えてあげてください。以上、若2人でした。あ、またぜひくんでした、ありがとうございました。はい、積極を大事に。